はい、こんにちは、おもちゃんねるんです。今回はこちら、はい、先日行ったプラレール博 in 大阪2017で獲得した金メッキ仕様の E2 系新幹線を見ていきたいと思います。はい、先日も軽く紹介させてはいただいたんですけど、この3両編成を全てコンプリートするためにアトラクションゾーンで使ったお金は後尾車1000円、中間車1000円、先頭車3000円です。2回、2回、6回、それでゲットしてます。いやー、なかなか本当に苦労しました。てなことで、先日はねゆっくり見れてなかったので、今日はゆっくり見ていきたいと思います。はい、まず1両目は先頭車で、費やしたお金は3000円、それぐらいの価値ありますね。なかなか金キラキンでかっこいい。上から見ても金キラキン、そこは少しだけ金キラキン。いや、本当に金メッキが綺麗な車体になってます。あまりにも綺麗なんでね、ちょっと指で触ったぐらいでこんな感じで指紋がべったりと残ってしまいます。いやー、なかなかね、お手入れには気を使ってしまう車両ですね。それでは次の車両を見ていきましょう。続いてはこちらも金キラキンの中間車。はい、来ると先頭車に負けておりません。こちらも美しいぐらい、まばゆいぐらいに金キラキンの車両ですね。本当に綺麗です。こういったパンタグラフの細かいところも全然荒くなく、綺麗に金メッキされています。いや、中間車も非常に美しいですね。こちらも綺麗にしておきましょう。それでは次の車両行ってみたいと思います。はい、最後は後尾車ですね。工場です。はい、後尾車も来ると、デザインはね基本的に先頭車と同じで、こちらも金がまばゆく塗られております。かっこいいですね。前回軽く紹介した時にも言ったんですが、デザインは一緒でも少し先頭車と作りが違っていて、見ていただくとすぐにわかると思うんですけども、後尾車の方はこの真ん中のところとここですね、接続ラインのようなものが入ってます。これはね、ちょっと個人的には惜しいところかななんて思っちゃったりしてます。先頭車はこんなに綺麗に作られているので、同じように後尾車もぜひ作っていただきたいですね。はい、それでは早速先頭車に電池を入れて走行させてみたいと思います。まずこの部分を緩めてパカッと外します。動力部はよくある形なので、フエコンなども使えそうですね。乾電池は単三電池を1本使用します。電池を入れたら後ろの爪を引っ掛けてボディを装着。ドライバーでしっかりと締めておきましょう。ギュッと。そして動作確認しておきます。ちなみにこの車両速度は2段階ですね。低速と高速。はい、 OK です。それでは3両連結させて走行させて遊んでみたいと思います。さあ、しっかりと拭いてからにしましょう。それでは行ってみます。レールもせっかくなんで、先日ゲットしたカラフルなレールでレイアウトしてみたいと思います。